皆さんこんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。ちょっと今更な感じですが、今回は東京ガーデンシアターお給仕のブルーレイについての個人的感想をつぶやいてみたいと思います。私は楽天で購入しましたので、こんな箱に入って送られてきました。楽天だと個人的にかもしれませんが、割引があって少し安かったですね。で、お給仕で小畑さんが言っていたパカパカですが、まさかこういうパカパカだとは想像してませんでした。でも確かに気持ちいいですね。フォトブックもすごい充実してますし、本体が入っているケースもめちゃくちゃかっこいいですよね。それでブルーレイの中身の方ですが、東京ガーデンシアターのお給仕の方は、私が帰宅した時の場所は A ブロック12列22番でしたので、ちょっと前すぎたのか、エフェクト的な音が大きくて正直あまり音的には良好じゃなかったのですが、ブルーレイで聞くといい音ですね。全般的に見て聞いてみた感想として改めて思ったのは、サイちゃん歌うまいなーでした。あと会場の音が拾えてないのか、みんなまだ声出し慣れてないせいか、思ったより小さかったことですね。ブルーレイ見て思い出されたのが、アバウトアスとメモラブルの間のピアノと同期させた照明のところありますが、あそこは何か胸にグッとくるものがあったのを思い出しましたね。あとやっぱりパズルが始まった時の高揚感というか驚きですね。それともちろんあの破壊力抜群のピョンですね。皆さん指摘されてますが、ブルーレイなんでもっとあのグダグダのところも入れてよかったのではとも思います。 EP のアンリッシュも全曲やってくれましたし、いろいろな演出もありましたし、特に帰宅した人はいろいろ思い出されて何度でも見たくなる作品ですよね。でも実は主役のコンテンツは付録でついていた Behind the Scenes ではないのかなと思います。最初のあーちゃんとミンツのツアーバスの中でのパスタ食べながらの会話がプライスレスですね。こんなになるとは思わなかったって本当にそうなんでしょうね。全ての場所での裏側が見れたのは本当に貴重かなと思います。あとロサンゼルスでピーター・リムさんが最前列にいたような気がしますが、多分そうですよね。メモラブルをミンチョが鼻歌で歌ってる場面ありましたが、この時点でボーカル的なメロディーも実際のものと同じですよね。逆にその通りに歌詞を作るのってすごいなと思いましたね。ミンチョといえば体調崩してるところ以外はずっとふわふわした感じでしたが、常からああいう感じなんだなというのがよくわかりましたね。フラッピーピジョン自慢のご主人様のインタビューもインパクトありましたが、見ていたらめっちゃ欲しくなりましたね。もう売ってないし買える値段でもないですが、最初のデイオフの時のサイちゃんへのインタビューで、サイちゃんが普通って言えば変な感じですが、結構普通に真剣に取り組んでいて実は真面目なんだなと思いましたね。なんか勝手にもうちょっとドライな感じなのかなと思ってました。すみません。ミンチョと小畑さんの会話はやっぱり小畑さんはプロデューサー目線だなと思いますし、ミンチョはアーティストでクリエイターだなと感じました。ミサさんとあーちゃんのは何がそう思わせるのかわからないのですが、リズム隊だなと思う会話でした。あーちゃんが練習できないと言ってましたが、確かによく考えるとドラムって練習できないですよね。背取りも変えていってるのに改めてすごいなと思いました。関係ないですが、帽子かぶってマスクしてるミサさんってめっちゃ幼い感じに見えますね。デイオフのニューヨークの方はやっぱりバンメ T シャツ着たファンに声をかけるところがハイライトですよね。あのファンの男性、キョドってたように見えましたけど、
もし自分だったとしても絶対同じ反応になりそうな気がします。で、後で、あ、こんなの言えばよかったとか後悔する感じです。ニューヨークでトニー・ウィスコンティさんと川端さんが英語で会話してるのが何気にすごいなと思いました。で、ウィスコンティさんのコメントが嬉しかったですね。重みがあるというか。ニュージャージーとシカゴでは民著のプロ根性が見られましたし、あーちゃんの優しさとみんなのこれまで場数を踏んできた対応力も見られましたね。それで最後のメモラブルに載せながらの各メンバーの感想は最高でしたし、最後のみんなの涙は反則技ですね。これ手間をやろうってなりますよね。とみんな時々番目 T シャツ着てるのがなんか微笑ましい感じですし、アメリカのライブハウス見てると日本との文化の違いがわかりますよね。日本はなんか機能重視な感じで、アメリカは楽しませること重視みたいな感じを思いました。最後にファンカム見てる時から思ったのですが、だいたいいつも最前列の小本さん前にいるクルッポタオル掲げてた背の高い眼鏡かけた金髪の人がめっちゃ乗り良くて、本当にバンドメイド好きそうで見ていて気持ちいいです。はい、非常に簡単になんですが、以上が東京ガーデンシアターお給仕ブルーレイの個人的感想でした。それではまた次回。